ワクワクジャーニー。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、特別ゲストの方をお呼びしております。イバラでアートの顔をしております、橋本さんにお越しいただきました。イエーイ。どんどんパパ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 。いろいろと書かれてるっていうことなんですけど、作品としては、まあ、どういった作品を書かれてるんですか？僕の代表的な作品は、ひらがなで漢字を組み立ててます。はい、わかりますか？どういうことなんですか？めっちゃ頭の上にクエスチョンが今日いくらかの作品持ってきたので、ちょっと見てもらいましょうかね。はい、はい、1つ目、じゃじゃん、はい、これは愛ですよね。愛、普通に見たら愛。これはひらがなで愛を組み立ててますので、ひらがなが中に入ってるんですか？そうです、そうです。ここはイだ。いつわり。お、いつわりなですか？なくなし、しなし。正解。なしです。なるほど。もう意味がつながってるのがやっぱりすごいよね、うん、これは考えました。はい、すごい。じゃじゃーん。いやー、あ、ゴンボウ村の贈り物。ゴンボウ知ってる、はい、これ茨のあれですよね。そうそうそう、僕のね、生まれたところ、出身地がね、通称ゴンボウ村というところなんです。で、そこの美味しいごぼうを使った、マドレーヌとクッキーが入ってます。すごい。でもこういう作品の中から、じゃあ今日は、はい、そうですね、一緒に描いてみよっか。はい、お願いします。もうじゃあ日本描いてみましょうかね。はい、はい、最後に うん、なるほど。あー、綺麗、はい、息止まるかと思いました。じゃあまずはこの見本を見ながら描けばいいですね。はい、はい、いや、待って、緊張するな。難しいぞこれは。ほら、仲良し使っていただきます。お、緊張するな。そう、鉛筆になる。あー、緊張するぜ。サコちゃんいいんじゃない？お、すごい。喋れんよ、多分。ですよね、うん、いや、よう喋るなと思って私これでも喋ってないかと思って。え、めっちゃ喋った。ですか？あ、心臓がバクバクする。これを書かれたら僕の立場がやばい。じゃあちょっとこの後のヨッピーに行きたいです。そうですね。じゃあこんな感じで。素晴らしい。めちゃめちゃうまい。ガコーン。完成しましたか、ヨッピー？はい。はい。橋本先生いかがでしょう、こちらは。そうだね。仲良しの組み合わせには違いないですけど、ね、うん、なんかただ仲良しって書いてるみたい。そうですね、うん、そこから、笑うっていう感じに近づけていきます、ね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、これすごい、かわいい。名前のハンコ、ハンコ、楽観です。あ、楽観、うん、ちさとってこれ書いてる。ようこちゃん、ようこって書いてます。めっちゃ可愛いんだけど。おー、可愛い感じ。いい感じで。めっちゃいい感じ。でももう一つ本当作品、チャレンジしてみたい。はい。もう一つじゃチャレンジ。どんどん描いてみましょう。はい。はい。はい、おー、綺麗。先ほど橋本さんが描いてくれた字の上に半紙を置いて今から描きます。あー。
張する？はい。最後のシューが難しい。どうですか先生、ね、途中まですごいいいなって思ってたんだけど、シ、うん、が台無しにしちゃった。味があっていいということにはならない、まあね、まあ、味はすごいあります。あでも綺麗綺麗綺麗。さっきよりだいぶいいんじゃないかな。千里さんは次は道ですか。はい、道は果てなく続く。これは見たまんま私が言ったら千里さんを忘れて越していきましょう、はい、頑張りましょう。あじゃあ思ったより難しいけど、初めて描いたにしてはすごいまとまってるんじゃないかな。これ私もう一枚描きたくなる。じゃあ今度自分で普通に道を描いて、その上にひらがなを置いていってみたら。描いてみます。こういうの描いた後だと道がどういう感じだったか。私もさっきそうなりました。待って、道が全くわからなくなった。首に診療。首？これ書いてみようか、その道を。先生のじゃあお手本を。綺麗。バーッとしてる時にピコーンとひらめく。はい、じゃあ最後に、はい、黒い T シャツに書いて終わろうかなと思うんですけど、はい、それぞれ用意してもらいました。私はハートで、これで心 T シャツに書きたいと思います。私はうんちうんちって書いて、うんちのマーク、まあ、多分ね、書道家って呼ばれる人はね、うんちなんて出てくる書かない。ハート書道家だからこそ書いてる、ね、そうですね。ちょっと面白いので、はい、これを書いていきたいなと思います、はい、であの T シャツに書いてもらうのでね、はい、あのポスターカラーっていうやつをで書いていただこうと思います、はい、でそれはね、しっかり色を入れていただければ少々洗っても大丈夫、繰り返し切れるようなものですので、いいのが描けたらいいね。はい、スタート。すごい、さっきの墨と全く違うね。全く違うけどね。じゃん、完成しました。ちさとの心ハート、かわいいな。よっぴは、はい、いいうんち出たね。今日はいろいろな作品を教えていただき本当にありがとうございました。はい、どうも。楽しかった。楽しめっちゃよかった。橋本さんのこの作品は何かで見れたりするんですか？Facebook で友達限定で全ての作品は見れるようにしてます。著作権云々はあんまり考えないで、いいような作品については友達じゃなくても見れるようになってるかな。じゃあぜひね、概要欄に私の Facebook を載せてますので、はい、よかったらチェックしてみてください、はい、今日は本当にありがとうございました。橋本さんでした。ありがとうございます。